今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが大分トリニータと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。本日のホームチームはどう見ますか。チームが期待を裏切る順位に沈む中、この状況を抜け出す時間はほとんどありません。満足のいくシーズンとはならないでしょうが、今日は来シーズンへつながる試合を見せてほしいです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。キックオフ、試合が開始されました。田中達也、小林、素晴らしい読みでインターセプトしました。裏も見えていたのか。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。この失点は防ぎようがなかったでしょうか。そうですね、あの形にさせないことがまずは重要でしょう。別のアングルからご覧ください。ドーグラス、金子翔太、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。ボールは相手に渡ります。小林、このパスはカットされました。見事な視野です。面白い展開でしたが結果にはつながりません。田中達也、相手ボールになります。強い当たりだ。これは見事なインターセプト。激しく競り合っています。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。エウシーニョ、ボールを持って上がります。 PK か。あ、ボールに行ったか。どうだ。キーパーがコーナーをパンチング。相手のマークに合っています。エウシーニョ、これ来た。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。
金子翔太。ボールは相手に渡りました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。スペースへのボール、何をしてくるのか。小林勇気、あの選手が止めなく弾きましたが、ここはプレーを切りたい。これはサイドを上がれそうです。何を狙うのか。スペースに見事なスルーパス。金子翔太、相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。小塚和樹、これは見事なパスカットです。小林勇気、パスをカット、いい読みでした。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。小林、ボールは相手に渡りました。ナイスディフェンスです。体を当てて取る、奪った、いいところへ出した。おっと、ボールを失いました。ドーグラス、狙ってきたぞ。安定したボールさばきです。とにかくチャンスを増やしていかないと追いつくのは難しいでしょうね。アタッキングサードでもっと相手を揺さぶるような攻撃を見せてほしいです。小林勇気、このカットは大きい。しっかりと奪いました。判定はフリーキックです。エウシーニョ、ボールを運んでいます。中へ切り込んだ、バーに当たってしまった。最高の時間に追いつきましたね。前半終了間際に試合を振り出しに戻しました。この流れのままなら後半は主導権を握っていけるかもしれません。小塚和樹、田中達也、三沢優斗、これは見事に奪いました。小塚和樹、マークを振り切った。クロスのチャンス、勝ち越し来るか。なんというタック。前半終了です。スコアは1-1。試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。いいカットです。ボールを奪いました。完全に浮いてしまいました。ディフェンスが甘かったですね。走り込んだ味方にスルーパス、ナイスシュート、見事に決まりました。
ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。最後にアウェーチームがリードを奪いました。これは劇的です。ホームのサポーターはショックでしょう。ここはなんとかしのぎたかったですね。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。まだボールは生きています。このパスは読んでいました。ドーグラス、タックルを飛んでかわします。素晴らしいボールです。これは味方に通らないか。見事なパスカットです。アドバンテ、このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。レフェリー、イエローの判定です。妥当な判定かもしれません。何をしてくるのか。ひとまず前に出しました。ロングシュートを試す。シュートは狙った。試合を振り出しに戻す。チャンスでした。今のシュートが決まっていれば大きかったですね。決定的に見えた場面はオフサイド。ヘナトア・ウグスト、前に運んでいます。ファーポストにいいクロス、来た、ゴール決まった。交代で入ったばかりですがしっかり結果を出しましたね。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。ダイレクトボレーが見事です。難しいシュートですが思い切りよく打ちました。別の角度からご覧ください。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。サイドが空いていますね。滑っていく。どうだ。試合は終盤ですがサポーターからの大きな声援を受けてチームは勝ち越し点を挙げられるでしょうか。相手ボールになります。仕掛けてくるのか。遠くから強引にシュートを打ちます。勝ち越しを。
狙いましたが、ここはゴールを奪えません。ドーグラス、エウシーニョ、これはゴールキックになります。別の角度からの映像です。ボールを奪われました。キーパーがボールをキャッチしました。ドーグラス、ミサオユウト、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここからどうするのか、チャンスにできるか。シュートだ。試合終了間際、待ち望んでいた勝ち越し点が入りました。非常に見応えのある接戦でしたが、試合を決定づける値千金のゴールです。さあ試合が動きます。この角度からも見ましょう。選手の交代があるようです。ファーの選手を狙った。キーパーが軽く抑えました。このチャンスにスタジアムは沸いています。うまく生かすことができるでしょうか。サポーターの期待に応えたいですね。ここはシュート、ゴールを抑え込みます。ボールは相手に渡ります。ゴール前に入ってきました。ボールは相手に渡りました。見事なロブパス。通ればチャンスといったところですが、やはり難しい。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。スペースへのボール、鮮やかなインターセプト、コースを予測し、試合終了のホイッスルが吹かれました。今日はお互いに一歩も譲らない好ゲームとなりました。見応えのある試合でしたね。実力拮抗のいい試合になりました。もう一度戦えば違う結果になるかもしれません。